本当にお母ちゃん着きました、着きました。到着です。こっちのホテル泊まるのはね、初めて。こっちに、こっちに、やった、着いた、久しぶりです。はい、三日月に着きました。はい、楽しみですか？はい、楽しみです。何が一番楽しみですか？プール。プールですか？はい。お部屋は楽しみですよ。どんなお部屋でしょうか？綺麗。あ、こちらね。もこもこだね、めちゃくちゃ。あった、結構奥だね。超海じゃん。まんま海じゃん。うわー、どんな。おー、そこ何？そこが寝るお部屋だ。すごい、すごいね。やった。よし、じゃあ着替えてプール行くか。やったー。やったねー。何？魚いない。魚いない。プールだって海じゃないんだよ。ボートね、入ってるよね。魚いない。いないよ。さあ、どこが来るでしょうか。あっちだ、あっちだ。実はこれ使って潜ります。はーい。イエーイ。来た来た。3階に行きます。キキはもう完璧。3階の大浴場から行くそうです。見て、キキの格好。あら、これはピカチュウです。6階に荷物置いていこう。はい。イエーイ。どうだ、あったかいね。気持ちいい。うん、どう、いい感じ。あ、来た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 。いいよ。うわぁ、キキに飛んでいきたぞ。うぃーね、ゴムシューしたパパと。いいよ。ねえ、水の中でピースするからいけ。え、はい、いいよ。だいぶついたな。だいぶちょっとこうなってんな。さっき、こうなってない。おちょっと。ねえ、おっとっとっと。おいしょ。おいしょ。おいしょ。たけえな、ここな。おいしょ。よいしょ。よし、滑るぞ。よし、待ってよ。最後行きますよ。レディーゴー。あの、滑り台やろ。あれ、身長制限があるからさ、ちょっと見てみようか。キキも足つく。ねえ、歩けるね。こっち浅いわ。120cm からだって。120cm からだって、やっぱ。全然足りないよ。
なんで温泉行くの？温泉じゃない、今度売店に行く。売店？え、駄菓子売ってる。すごいね、駄菓子屋さんじゃん、マジで。次も買いな。ペッツ。ペッツ売ってる。品揃いすごいな。ヤングドーナツも売ってる。母ちゃん、ヤングドーナツ食べた。いいよ。はい、ここ入れてくれる？うん、買ってみようか。食べたことないね。しょっぱい系食べたいな。なんかないかな。あれがいい。これこれこれ。餅太郎。でかっ。こんなでかいのあるんだ。え、すごい。うまい棒もめっちゃあるね。とっても贅沢だね。おいしいですか？クロワッサン食べて。次どう、お肉？すごいいいのがありすぎてさ、取りすぎちゃう。クロワッサンめちゃくちゃ美味しいね。カニとかもあったよね。貝柱がめっちゃでかい。ここからお風呂、お部屋行ったらあれだ。駄菓子露天風呂、あとあれは駄菓子最高。うまい。クロワッサン取りに行ってもいい？うん。今、ママ、あとで食べさ、肉追加して。これは2個。うん。すごい食べてるじゃん。何も喋んないで食べてるね。はい、鬼柄焼きを待たせいたしました。鬼柄焼き、そうそうそう。これは誰？お腹が痛いから入ってくるんですか？なんかバナナみたい。いいね、チカオ。何ケーキ、これ。OK ですか？満足ですか？うん。まだ食べれるの？もうお腹いっぱいでしょ。うん。ピチが一番食べた。ケーキ超食べたね。え、ネナも大概食べたよ。みんなかなり食べてたよ。うん。みんな、パパも？パパもめっちゃ食べてた。ネナは？ネネも。クロワッサン全部食べたんでしょ、あれ。食べた。6個？うん。え、全部合わせて5個。5個食べた。眠いっしょ。いや、あんま眠くはない。マジ？全然眠くないし、まだまだ食べれるし、まだ元気だし、遊ぶし。コマ？お、かわいい。開けたいよ。入りたい。開きたい。ベッド広いね。ジャンプした？どう？柔らかい？結構柔らかいよ。あ、寝た。起きた。はーい。今こっち見てた。どんな感じかなって。クマ。うん。クマのサンダル。クマのサンダル可愛いね。気に入った。
めっちゃいいじゃん。スリッパじゃない。あ、そうそう、スリッパ。お風呂を見ます。綺麗だ。美味しいね。よいしょ。美味しい？ここへ、うん、首あるの？そう、クリーム。クリーム。美味しい。うん、何味なんだろう。ラムネ？ソーダ。一体食べたことないね、一体は。うん。今日だってこれ初めてじゃない？うん？これ買ったの初めて。うん。ねね長い子初めて食べれるね。うん。あ、ねねはね、ちっちゃい時に食べたことある。赤ちゃんとおりき？赤ちゃんっていうか何歳だろう。いや楽しいねここね。うん。ご飯めっちゃ美味しかったし。うん。あ、壊れた。壊れちゃった。木倒れてきたね。これポッドンって倒れた今。うん。バキバキじゃん。バキバキ。噴水ショーやってるって。噴水と水がプシャーってなるの。はい。起きれるまで起きれるよ。うん、いいよ。今日いっぱい起きてるって。ん？いつも9時に寝るじゃん。うん、9時よりもうちょっと起きててもいいって。9時もでも、うん、いっぱい起きてていいって今日は。やったね。全部オレンジにしたんだね。めっちゃ綺麗じゃん。今お風呂を大屋上終わりました。11階のです。お風呂めっちゃ高かった。あったかかったです。全部終わった。お風呂の2段目、外の2階が良かったです。はい。おしゃれコーヒーだわ。どうやって作るかわかんない。この機械に入れてやるのか。今日はこんな目が飲みます。おはようございます。おはよう。朝ごはんもバイキングで、はい、いっぱい食べるの。夜みたいにあんなにないけど、なんかいろいろあると思う。パンとか。キキハラミ食べる。ん？ステーキ食べる。こう。朝ですよ。おーい、ご朝だよ。ご飯食べ行こう。そうだ。いらない？うん。嘘。バイキングだよ、また。まだ眠いの？うん。眠いの？どうしたよ、お母ちゃん。邪魔？もう露天風呂入る？うん。行こう。入るんかい。
ごこんばんはって言ってごらん。言えるようになった。こんばんは。お、もう一回言ってみ。こんばんは。こんばんはでした。ありがとうございます。いや、変な顔して。今日はご飯を食べてみかった。みかったって。はい、三日月どうでしたか？楽しかったです。あった。また来ますか？はい、来ます。また来ます。50年後50年後皆さん、じゃあ